翼型の風洞実験の様子翼型は、翼の断面形状のこと。揚力や効力の発生と関係があり、翼の性能を左右する。稀に翼系と記されることもある。上面が負圧になり、下面が正圧になる。翼断面として一般によく挙げられる形状は、前円が丸く後円が尖った形状をしている。これは効率よく、 揚力を発生させるためである。単純な板でも揚力は発生するが、効力すなわち損失が常に大きいため実用に適さない。多くの場合、効力を減らし揚力を増やす、つまり上げ効品を良くする視点から最適翼型が追求される。航空機の翼に限っても翼型は、飛行速度、機体や翼の大きさ、使用方法などの違いによりそれぞれに、 最適な形状がある。製造の際は、ミリ単位で厳密に翼型を再現しなければ性能が一定しないといった繊細なものである。また、表面の滑らかさも重要で、低い翼型再現度では、簡単に境界層剥離が起こり、効力及び失速性能が著しく低下する可能性がある。操縦性や安定性にも大きな影響を与えるため、 翼型の選定と再現度は、航空機の安全性においても、大変重要な項目である。また、レーノルズ数やマッハ数によって、理想的な翼型は異なる。前述の、一般的な翼型は、一般的な航空機において最もよく使われる、速度領域、つまりアオン速領域においてのレーノルズ数の範囲に適した翼型と言える。 昆虫の飛行のような低レーノルズ数両域では、翼は薄ければ薄いほど、そしてソリートギザギザがついた形状が優れた翼型と異なる。レーノルズ数は、粘性と完成力の比であり、値が小さいほど粘性の影響が大きいことを示す。低レーノルズ数ほど剥離が起きづらいため、前円部を丸くしたり、翼全体を突形状にする必要がなく、また、 それを大きくできる。衝撃波による増波抵抗が生じる超音速の領域においては、全員が鋭角的なレンズ翼やダイヤモンド翼が有利である。前述の通り、レイノルズ数が小さい領域では、薄板状の翼型が最適となる。翼型に対して、レイノルズ数の影響が大きく。 紙飛行機に適した翼型は、昆虫の場合とほぼ同じ、薄板状になる。シュミッツの実験によると、レーノルズ数104では、厚みのある翼型よりは、薄い平板。さらに、それらよりも、薄い板を曲げたものの方が、陽光比に優れる。翼のサイズによっては、類的形状よりも単なる平板の方が、大きな揚力を発生させることがあるという。レーノルズ数が、 少し大きくなると、鳥の飛行の領域になる。前縁が丸く、全体に湾曲した薄い翼型が最適なものとなる。初期の飛行機は鳥によく似た翼型を持っていたが、これは初期に作られた小型風洞で扱える、レーノルズ数が鳥の領域とほぼ同等であったためで、ある。さらに、レーノルズ数が大きくなると、飛行機の領域になり、後に示すような、 曲がった累積型が最適となる。講述するように、翼は、上面が重要な意味を持ち、クローズホールドから、ウィンドアビームの状態のヨット等の歩、パラグライダーの翼は、風をはらんだ時に、通常の翼型の上面と同じような形状になる。平板になるのは、無風の時と使用していない時である。さらに、 最適な翼型に近づけるため、上下2枚の布からなり、前から間に空気を入れて膨らむ構造を持つ、パラグライダーの翼もある。航空機の主翼は、ある程度の強度が必要であるため、一定以上の厚みを持たせる必要がある。航空機において必要な強度を確保する厚さをとって、平板とした場合、当然ながら、空気抵抗が大きくなる。結果として、 いわゆる一般的な翼型では、前縁が曲線的で後縁が鋭く尖った、類的形状になっている。このような形状の翼であれば、気流が翼の表面を沿って流れるため、空気抵抗は非常に小さくなる。そしてそのような状態で、若干の向かい角をつければ揚力が生じることになる。翼の下面において気流が押し下げられているのは当然だが、 翼の上面においても気流が、翼面に沿って流れる性質によって気流が、下方向に曲げられており、その双方で揚力を発生している。なお、向かい角をつければ揚力が増すが、向かい角が大きくなると気流が、翼表面から剥離しやすくなる。剥離すると急激に、空気抵抗が増大し、揚力は下がる。この状態を失速という。型には、 無改革をより大きく取れる、対失速性能が求められる場合がある。対失速性能を向上させる、工夫の一つは、翼弦を安曲させることである。すると、無改革が大きい時に、翼の前側での剥離を抑えられる。このような翼型は、現代より低速であった初期の航空機に例が多い。現代航空機では、 フラップという翼形を一時的に変化させる装置があり、離着陸時など低速時に作動し、翼面積とキャンバー及び向かい角を増大させる。また、翼型は上下対称ではなく、上面の方が下面に比べて若干膨らみが大きいものが多い。翼の後縁部では、上面を反った気流が下向きに、下面を反った気流は上向きになるが、上面の膨らみが大きければ、 下向きの気流の方が、上向きの気流よりも、角度が大きくなる。つまりこういった翼型であれば、翼自体の向かい角は、ゼロであっても、若干の向かい角をつけたのと等しい効果がある。あるいは、蒸気の翼型を湾曲させた形状に対し、翼の上面の膨らみをそのままに、仮面のみへこみを埋めたもの、とも解釈できる。実際、 航空機の主翼形式が副容機から単容機に移行した際には主翼の厚みを大きくして構造を強化しているがその際には翼型が湾曲してかつ薄い形状から上面が膨らみを持った形状へと移行している揚力の発生について以下のような説明がされることがあるが誤りであるこれは翼型の多くが上面の方が下面よりも膨らみが大きいことから 生じた誤解である。上述の通り翼型で、上面の方が仮面よりも膨らみが大きいのは、若干の迎え角をつけるに等しい効果を得るためである。したがって、すべての翼型においてそうだというわけではなく、上面と仮面の膨らみの差があまり大きくない翼型も存在する。言い換えれば、上述の誤った説明においては、 上面と仮面の膨らみの差があまり大きくない翼型においても揚力が発生することが説明できない。また揚力は迎え角によっても変わり上下対称な薄い平板でも生じる理由についてこの説明ではわからない。一般的な翼型では前円が曲線的で後円が鋭く尖っている。また翼の分厚い部分は前方によっている。 これは、流れが剥離しないように、圧力勾配の政府を配慮したものである。翼面の前半部では、上流の方が下流よりも圧力が大きい、純圧力勾配となっているため流れは安定である。一方、翼面の後半部では下流に進むにつれて圧力が大きくなる、逆圧力勾配となっているため流れが不安定で、翼面の傾斜を緩やかにしないと流れが剥離しやすい。 翼から流れが全面的に剥離し、翼本来の機能を果たせなくなった状態は失速と呼ばれ、無改革が大きすぎる場合と同様に翼の不適切な設計も失速を招く。失速を避けるために近代的な飛行機の翼やプロペラなどはすべて後半部は緩やかな面となるように設計されている。ほとんどの翼で前縁が丸い理由は、 何らかの理由で、無改革が適正値から大きく外れた場合でもすぐには、翼の前面で剥離が起きないように配慮されているためである。同様の理屈は、内部流れである、縮小、拡大管路についても言える。例えば、エアインテークやベンチュリクダアフターバーナーや超音速風土などでも、やはり圧力勾配を考慮した拡大、縮小率となっている。一般、 ジューコフスキー翼すでに解かれている円柱周りにおける完全流体の流れを座標変換することにより、翼型の性能を算出しようとする考え方がある。どのような翼型でも対応する写像が存在し、翼の性能を求めることができる。ただしこれにより求められる根は、粘性のない完全流体として求めた値であるため、実在流体とは差が生じる。 NASA の前身、中が定義した翼型で、中1234等と、番号名称が付されている。4桁、5桁、6桁の系列があり、各桁の数字が、最大キャンバー1、厚さといった翼型のパラメータを表す。一般的な操流翼型と、スーパークリティカル翼型の比較線音測領域で、飛行すると、機体の一部、例えば主翼の上面に超音速流が発生し、 衝撃波や剥離によって飛行性能が悪化する。この超音速流が発生する限界速度をクリティカルマッハ数と呼び、また衝撃波の発生による急激な抵抗の増加を抵抗発散と呼ぶ。1音速翼型はクリティカルマッハ数が高く抵抗発散を起こしにくい翼型であり、DC-8 を開発中の1950年代前半に、 ダグラスエアクラフトのショグランラが到達した無名の翼型をもとに、英国立物理学研究所のピアシーが、ピーキー翼型と名付けて体系化し、さらにラングレー研究所のウィットカムが、スーパークリティカル翼型の名で実験を繰り返した。デハビランドエアクラフトが、DH-121 トライデント向けに、自社開発し、VC-10 や A300 にも採用された。 リアローディング翼型も一変種で、これらは外形からフラットトップ翼型とも総称される。上面が平坦で仮面後半がスプーンを伏せたような大型にしゃくれた断面形状から服用機時代に先祖返りしたような印象さえ与える。一般的な送流翼型と比べ負圧中心が前進し圧力勾配はなだらかである。丸められた前縁。 並びに薄い公園であえて少量の衝撃波発生を許容することで、翼全体として流速を平均化し、乱流の発生を抑制。紅葉公費を保ちつ,つつ、クリティカルマッハ数を約0.1向上させた。高速向けでありながら、厚翼、かつ昇降対角で済むため、よ内スペース確保や合成向上、構造重量軽減など、 実用面でも利点が多く、1960年代以降、現在に至る、ジェット旅客機の大半でこの種の翼型が用いられている。超音速飛行する飛翔体に用いる翼型に、求められるのは、特に前方に生ずる、衝撃波を翼前縁に付着するような形状であることである。 これにより、最も効率的な翼断面型はほとんど厚みのない平板翼となる。構造強度の問題などから、平板翼を採用できない場合、翼圧を有する翼型として、くさび翼、ダイヤモンド翼、レンズ翼等が用いられる。これらの超音速翼型は、ミサイルや超音速飛行を重視した一部の航空機に適用される程度で、 現在の超音速飛行が可能な航空機の翼型は、翼厚比の小さい中6シリーズ翼型などを用いている。上から3番目が、後退角を付けねじり、下げ翼を持つ、全翼機の翼型。一番下は、S 字キャンバー翼型である、無備翼機。全翼機は水平尾翼を持たないので、翼型は、ピッチングモーメントがゼロに近いことが要求される。これを満たすため、 公園が髪型に湾曲した S 字型のキャンバーを持つ翼型が開発された。ただしブーメランのように高体格をつけた細長い翼を持つ全翼機では通常の翼型を採用しねじり下げによって自立安定を得ることが多い。B-2 に代表される現代のグニオー機ではコンピュータ制御によってピッチングを制御している。トンボの翼型は 平面でザラザラした表面を持つため、低レーノルズでの飛行能力は、非常に高くなっている、軽飛行機、グライダー、または、模型航空機においては、翼面の境界層を故意に乱流化した方が、流れの剥離が遅れ、揚力係数の増加、高力係数の減少など、翼型性能の向上が生ずる場合がある。そのため、翼面の素面化、翼面に突起をつけるなど、 乱流繊維を促進する加工が行われる。このような翼を乱流翼と呼ぶ。小さな昆虫の羽は表面がデコボコしているが、これは昆虫の羽がごく小さいことで空気の粘性が問題となってくるためであり、翼表面がデコボコしている方が効率が良くなるためである。対象翼を採用したエアレース機中心線に関し上面,と下面の形状が、 対象な翼型。中心線と翼弦が一致しキャンバーはゼロ。飛行時には適切な迎え角姿勢を取ることで揚力を得る。このため一般的な翼型と比べると効力が大きい。一般的な翼型は迎え角がプラスに増加すると、ともに風圧中心が前円側に移動するが、対象翼の場合移動量が少ないという特徴がある。従って、 重心と揚力のバランスの変化が少なく、縦安定性が良い。これらの特性は、エアロバティックやエアレースなどでは有利に働くため、これらの競技に特化した機種に使われている。どの断面でも同じ翼型をしていて、ねじれもなく、無限の長さを持つと考えることができる翼は二次元翼と呼ばれ、理論計算や風洞実験で使われる。 風洞で使う場合は、壁から壁まで翼を伸ばすことで翼端をなくすのと同様の効果を得ている。一方、航空機などにおいて現実に使われる翼では、長さが有限で翼端が存在し、三次元翼と呼ばれる。加えて、ことが普通で、さらに上、返りずのか、下返りずのがつくことも多い。従来の航空機の主翼設計においては、 前述の中欲型など、あらかじめ用意された欲型の中から要求に近い特性を持ったものを選んで用いていた。しかし、数値流体力学が発達した現在では、これを用いて要求性能を満たす欲型を機種ごとに独自設計することが一般的になっており、多種多様な欲型が開発されている。なお、尾翼に関しては現在でも、 既存の翼型がが用いられるることししばしばある航空機の翼以外に、プロペラ、圧縮機やタービン、風力タービンなど様々な翼が存在するが、それぞれ使用される環境での速度、圧力、温度、作動流体などが異なり、また衝撃波やキャビテーションによる制約があるなどするため、条件に適した翼型が使われている。 機械の翼は一般に剛性が高く、通常は稼働中に変形しないことを前提としている。ほや、ハンググライダー、パラグライダーなどのいわゆる巻翼は、空気力を受けて、受動的に変形することはあるが、本来望ましいこととされているわけではない。また航空機では、翼前炎の内氷が付着しやすい。 箇所には防護り過剰除氷装置をつけることが一般的である。このように人工物では翼の形状、中でも翼型を常に一定形状に保ち、大規模な白離の発生を防ぐことが非常に重視されている。一方、生物の翼は受動的、または能動的に変形し、翼型なども変わることが多いが、こうした変化を有効に使っている。 思われるケースも存在する。そもそも羽ばたき、翼の場合は、渦を積極的に利用するなど、揚力の発生メカニズム自体が航空機と大きく、異なっていることも関連する。NASA などが FA-18 を改造して行っている、X、X-53 計画は、空気力による変形を積極的に利用しようという、実験の一例である。マキのを、 航空力学の基礎、第2版産業図書、1989年。ISBN 47億8284万705、河内刑事、揚力と、効力、東明、生物の飛行ほか、前者において、河内刑事は、苦労して得た、解析結果を、恩師の東明に報告したところ、一言で、当然と指摘された旨記している。 A.B.C.D. アズマ・アキラ生物の飛行日本航空機操縦士協会での公園6空を飛ぶ生き物大先生1999昆虫の飛行メカニズム生物物理ボリューム39ナンバー5翼の原理日本機械学会流体工学部門石綿良造根本高生著日本機械学会編流れの不思議遊んでわかる 流体力学の ABC 講談社ブルーバックス2004年151から153ページ。ISBN 978から4から06から257452から5。ありがとうございます。